続きのファン頑張ります。とにかく怪我がないように。自分がやるだけだなっていうふうに思いました。はい、どうもです。水井です。新人合同自主トレ始まりました。支配下5人、育成7人、計12人。夕方からね、東京地方雪がちらつきましたけど、昼間は快晴のジャイアンツ球場、新生阿部巨人のね、再スタートを祝うかのような青空でした。スカウト陣、プロスカウト陣、スタッフ、たくさん集まりまして、まずは吉村編成本部長の挨拶をお聞きください。おはようございます。吉村です。皆さん、いろんな思いをね、持って、入団してくれたと思います。一日でも早く、ジャイアンツの力になれるように頑張ってほしいと思います。また、今後とも皆さんを応援していきますので、ジャイアンツは、チームを挙げて皆さんを応援していきますので、とにかく頑張ってください。よろしくお願いします。はい、阿部監督。そこをどれぐらい継続して持てるか、長くいつか早く終わるか、だけど長くは次は一番大事ですね。プロ野球選手やったからですね、野球のストイックな力で、ここから一緒に始まるんですけども、負けがなくて、早く完璧になれるというふうに思っております。元気な姿を考えて、頑張ってありがとうございました。はい、グラコンの下でね、ビシッと清掃して訓示しました阿部監督でした。毎年恒例なんですが、新人合同自主トレ初日、まあ阿部監督、まあ監督が来ることもあって、他のコーチ陣も勢ぞろい。自分の分野の選手と挨拶したり、どんな選手なのか名前と顔を一致させたり、動きを見るのは、まあキャンプに入ってからでしょうけどね、大事な時間になります。で、早速ドラフト1位西舘勇陽投手から紹介します。中央大学出身、マックス155キロ右腕です。身長は185センチの長身、セットポジションでね、クイックで投げてくるピッチャーです。ドラフトでは日本ハムと競合の末、阿部監督がゲット。ガッツポーズ忘れられません。まあカメラを気にすることができないくらい興奮したガッツポーズでした。中央大学出身のね、プロ野球選手、最近素晴らしい活躍を見せてます。WBC で活躍しました DeNA 牧選手。昨年、日本一に輝きました阪神のドラフト1位森下選手。他、日本ハムの磯畑選手とか、まあ、巨人にはね、右肘のトミー・ジョン手術から、今年復活するであろう伊藤祐介投手とか、コーチでは亀井コーチとか。この日のね、ジャイアンツ球場、スタンドにね、新人選手の顔を見ようと、たくさんのお客さんがいらっしゃいました。でね、この後キャッチボールするんですが、もうすでに出来上がってるんじゃないだろうかというぐらいの
やはり素晴らしいボールを投げてたのは西舘投手。本人の中で今日はあんまり強くは投げられていないですと話してましたけど、相手のドラフト2位森田俊哉投手がね、ドーンという感じ、重たかったです、あまり受けたことない感じだったので、そのうちグラブが壊れるんじゃないかと、新しいグラブを用意しないといけないなと思いましたと。まあリップサービス込みでしょうけど、勢いある重い直球をね投げ込んでましたね。その森田俊哉投手、ドラフト2位、身長185センチ、88キロの大型さん、140キロ後半のストレートとね、カットボール、ツーシーム、ストライクゾーンを横に広く使う投球スタイル、左打者にはツーシームを精度高く投げ込めることができて、対左打者のリリーフ適性もあると、計算して打ち取っていける総合力の高い投手ですとは担当の木佐貫スカウト。まあ27歳ですが、昨年オールドルーキーと言われた船場様投手と同いです。その船場様投手はね、1年目から中継ぎで36試合、防御率 2.70 と1年目から素晴らしく活躍しましたから、まあ年なんて関係ないですね。さてこちらドラフト3位佐々木俊介選手、自らお猿のジョージと、まあ、似てるということから愛称ジョージ。まあ、すでに西舘投手がね、ジョージさんと呼んでるらしいです。走攻守が揃った選手。今季チームの課題ポイント、センターラインの強化。まあ、その最重要課題にね、センターの候補に上がってる選手です。昨年のドラフト1位、浅野翔吾選手とともに、阿部監督が掲げたスローガン、新風を吹き込んでほしいですね。本日はこの報道陣の数に加えて、日テレジータスさんも生中継したりね、やはり注目度は高かったです。そしてドラフト4位伊豆口優太選手、大阪桐蔭から NTT 西日本。大阪桐蔭時代はね、一個下に横川投手がいた代です。この35番、担当スカウトはこの報知プロ野球チャンネルでね、新年早々から特集しました、インタビューしました桜井俊樹さん。現在社会人のミキハウスで現役復帰しました。2015年のドラフト1位がね、一目惚れした逸材です。サード、ショート、セカンド、どこでも守れる選手。まあただね、サード坂本選手、ショート門脇選手、セカンドに吉川尚輝選手がいます。まあ、そうそうたるメンバーの中にね、割って入れるか。長打力も魅力な左バッター、キャンプが楽しみですね。そしてラスト、ドラフト5位又木哲平投手、最速149キロ、そして多彩な変化球を武器の左投手です。まあ先発でも中継ぎでもいけるでしょう。仮契約の席のね、又木投手のコメントがすごく印象的でした。女で一つで育ててくれたフィリピン出身のね、お母さん、ミルドレド・マヨさんにね、恩返しするためにも、1年目からの思いは強いようです。本人、僕にとって一番大事な人で、一番の心の支えです。まあ、大学生、社会人のね、は中心になってるんで、
もうしっかり大人として僕らも接していきたいなと思いますし、もちろん高校から出た方がね、人として少しでも成長できるようにしっかり見守っていきたいなと思います、はい、名前と姿だけなんとなく印象をつけて今日はいいかなと思います、はい、そうですね、月日って早いのか遅いのかよく分かんないですけど、まあこんな時もあったなと思いながら挨拶もさせていただきましたし、何か不思議な気持ちでね、挨拶もさせていただいたんですけど、まあこの中からね、レギュラーだったり将来ね巨人を背負っていく選手が出てくれれば嬉しいので、ね、まあ、しっかり指導していきたいなと思います、はい、まあすごくね、しっかりしてる子だなっていうのが第一印象だったので、まあそれを貫き通して、やってもらえれば、まあ、結果は出ると思いますし、僕はそう信じて見守っていきたいなと思ってます。とにかく怪我がないように、あと、ね、慣れない環境なので早く環境に慣れて、2月1日、まあ、実際は31日ですけど、みんな元気な姿でね会えたらいいなと思っております。はい、阿部監督の囲み取材の模様でした。新人合同自主トレはね、これから2勤3勤まあ選手の状態を見ながら進めていきます。徐々に徐々に強度を上げていって、まあそのうちフリーバッティング、ピッチャーはピッチング、まあ個人差も出てくるでしょうが、2月1日にベストに持っていけるように調整します。まあ近日中にスタッフミーティングが行われます。そこで1、2軍の振り分け、監督、コーチ、スタッフ、まあその時点でのね状態も見ながら、体力を見ながら振り分けします。とは言ってもね、新人選手に限っては最初がね1軍スタートであろうが2軍スタートであろうが関係ないので、とにかく環境に慣れて自分を目いっぱい出せるようになったら勝負すると。焦って自分を見失って実力を発揮できないことが一番やってはいけないことなので、阿部監督の言うように静かに見守っていければと思います。2月に入れば宮崎で暖かいところで徐々に徐々に実戦に向けた練習が始まってきます。2月の15日にはね1軍沖縄那覇の方に移動しまして第二次キャンプがスタートします。さらに暖かいところで23日でしたかね、オープン戦もスタートします。そこから開幕一軍をかけた戦いが始まります。今年のメンバーはね支配下に高卒ルーキーがいないという珍しい年になってますが、いわゆる即戦力選手の集まり、2年連続4位というね、まあ、屈辱の巨人軍ですから、阿部新監督のもと新風を吹き込むのは誰か、このルーキー、そしてトレードでやってきた新戦力、内野の方はねなんとなく
名前は見えてきてますけど、外野の方は誰一人として名前は上がってきてませんので、だいぶ顔ぶれが変わるかもしれないですね。そうですね、これだけのメディアの方でやるのが初めてだったので少し、はい、緊張しました。そうですね、やっぱりこれだけのファンの方が来ていただいていることが本当に嬉しいですし、やっぱりまあ頑張らないといけないなというふうに思いました。まあ、本当自分がやるだけだなというふうに思いましたね。まあ、そうですね、まずはそのキャンプに向けてしっかり自分の体の状況を理解して、しっかり自分のやるべきことをやって、こうキャンプにしっかりピークに持っていけるように過ごしていきたいなとは思います。まあ、自分の目標で、まあ、開幕一軍というところを掲げているので、まあ、少しでも早く阿部監督の下で、まあ、練習とかもしたいですし、まあ、そこに向けてそのこれから、まあ、焦らず調整していけるように思っています。まあ、自分の中ではシャドーピッチングですけど、まあ、傾斜の中で、まあ、投げるというか、まあ、そういう動作するのは久しぶりだったので、まあ、そういう感覚であるとか、まあ、そういうのを確かめながらやりました。8割、9割ぐらい、まあ、まだ全力ではないんですけど、まあ、なんですか、まあ、腕のなんですか、遅れて走らせる感覚であったりとか、まあ、そういうのは、まあ、これからどんどん強度を上げていって、まあ、そういう中で掴んでいけるような。そうですね。まあ、第一は本当に怪我をしないというところで、あとは、まあ、自分の、まあ、100% 求めているところに向けて、まあ、少し調整していきながら、まあ、あと、まあ、周りの社会人の人も多いので、まあ、そういうところに、まあ、聞きながら、まあ、いろんなことを取り入れていきながらやっていけるようになって。はい、佐々木選手、そして西舘選手の囲み取材の模様でした。練習最後、ラントレ、徐々にこちらも強度を上げていくでしょう。放置プレイチャンネル、今年もこの新人合同自主トレから育成練習、そして2月1日からは宮崎キャンプ、沖縄にも行きます。ジャイアンツ情報は、放置プロ野球チャンネルから。よろしくお願いします。